どうも、ナチョです。エビノはおかげさまで天気が良くて、もうお昼過ぎなんで、だいぶ暑い時間帯なんですけど、いくつか作業をしていきたいなと思ってます。とりあえず一番最初に、庭の真ん中ぐらいに井戸水があるんですけど、そこの蛇口からこう水がポトポトずっと垂れたんですよね。多分水洗のパッキンがもう古いのかなと思ったんで、午前中に、その補修用のパッキンを、買ってきました。他にもいろいろ買い物があったんで、ついでに、それも買ってきたんで、今から、ちょっと修理しようかなと思ってます。で、多分それすぐ終わるんで、その後はこのガレージの裏に、防草シートを敷こうかなと思ってます。あんまり日が当たらなくて草が結構ボーボー生えてくるんで、湿気も溜まりやすいし、そのせいでやっぱ虫も結構いるんで、ちょっとなんとかしたいなと思ってたんですね。なのでまあちょっときれいに片付けて、で、その後に防草シートを敷こうかなと、その作業をやっていきたいと思います。じゃあやっていきます。もうこの前ちょっと中のパッキンを取りました。こういうのでもゴムが潰れてて、水がやっぱ止まってなかったんですよね。これに代わるものを買ってきたんで、今から取り付けたいと思います。多分これで大丈夫だと思います。ちょっとポンプの電源入れて、水を出してみます。はい、止まりました。これで OK。 よし、はい、1個完成。はい、次は、ここに防草シートを引きます。でもその前に、石が並べてあるんですよね。多分ガレージの屋根と向こうの屋根からこう水が落ちてきて、雨どいがついてないからここに水たまりができないようにって言って、多分石を並べたんだと思うんですけど、これがあると防草シートちょっと引いたら段になって水が溜まってしまうので、最初これをちょっと取ろうかなと思います。とりあえずここをきれいに片付けたいと思います。
はい、幅1メーターで長さ50メーターの、防走クロスシートを一応1本買ってきたんですけども、前回の余りとかがあるんで、それもちょっと先に使って、それが終わったらこの新しいのを開けて貼ろうかなと思ってます。その前に、ピンが必要になってくるんで、今のうちに、このピンをですねプラスチックにこうやって通して準備しておこうかなと思います。はい、防走シートを、ざっと貼り終えました。こんな感じ、だいたい 20m ぐらい貼ったのかな。うん、こんな感じですね。あまりかっこよくはないんですけど、もうどうせ家の裏なんで、それよりももうここに雑草が生い茂ってジメジメする方が嫌なんで、まあしばらくはこれで様子を見ようかなと思います。そのうちこの上の軒のところに雨どいなんかをつけると、水がこの防走シートの上でボタボタ跳ねたりしないんで、そのうち、時間を見つけてできたらなとは思ってますけど、いつになるかは分かりません。まあ、とりあえずしばらくこれで、様子を見たいなと思います。はい、ということで井戸水の、水洗のパッキンを交換したのと、このガレージの裏に、防走シートを貼るという作業を今日はやってみました。まあ、そんな難しい作業じゃなかったんで2時間ぐらいで終わったんですけど、ちょっとね後ろの防走シートはほんとしばらく様子を見ないとどんな効果があるのかちょっとわからないんで、もしかしたら跳ね返らないようにこう石を、置いたりとか、もうちょっとピンが足りないから、ピンをもうちょっと打ったりとか、もしかしたらしなきゃいけないかもしれないですけど、シートで5年ぐらい持つって書いてあったんで、多分しばらくは、草も生えずに、いい感じで風が通るんじゃないかなと思います。牛舎の方解体とかまだやることがたくさんあるんで、それもやらなきゃいけないなとは思ってるんですけど、ちょっと先に、家の方でやりたい作業があったりするので、材料とかを揃えてそっちの方の作業を、次はしたいなと思ってます。常にね気になることが何かかんかあるんですけど、今日は気になってたことを2つ終わらすことができたんで、良かったかなと思います。じゃあこの辺で今日の作業は終わりたいと思います。お疲れ様でした。